35番中野修造です。そら竹馬です。僕がちょっとパワー一緒に送りますので、お願いします。じゃあソロ2校に決定ということで、こんにちは。はい、どうぞ。大切に使わせていただきます。ありがとうございます。ワンゴール夢をお届けプロジェクト。ワンゴール夢をお届けプロジェクトとは、明治安田生命 J3 リーグの公式戦でチームがワンゴール上げるごとにボール5球を県内の小学校や施設に寄贈します。お届け先の決め方としては、特大の鹿児島県地図ボードにゴールを決めた選手がダーツを投げて刺さった場所に一番近い小学校や施設へ、私応援リーダー田上豊が訪問し寄贈させていただくというプロジェクトになっております。ということで、はい、明治安田生命 J3 リーグ第1節開幕戦です。ゴールを決めてくださいました、こちらの2選手に来ていただきました。こちらです。ミッドフィルダー35番中野修斗です。はい、中野修斗選手です。そして背番号9番ソラ竹馬です。はい、ソラ竹馬選手来ていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まず開幕戦第1号、チームとしての第1号のゴールを決めたソラ選手、あのゴールを振り返っていかがですか。簡単じゃなかったと思います、はい、で、ゴリオ選手からのクロス、はい、股を通ってきたから見にくかったり、こうゴールも背にしているような状態だったので、はい、どうでした。いや、もうあれはもう純喜くんのパスが良かったので、はい、まあ、僕が開幕戦取るっていう強い気持ちがあったので、まあ、振り抜いて、まあ良かったな、入って良かったなと思います。ね、はい、また通りましたから、シュート、その園田選手が放ったシュートもね、はい、またまたでしたからね、またまたゴールでしたから、はい、なかなか見れないですよ、はい、またね、ゴールを期待します、うん、まただけに、はい、しますお2点目を決めました中原選手、いかがですか。ゴールを振り返って、コーナーキックからですよね、はい、はい、まあ、練習でもああいう形でやってたんで、まあ、練習通り入れれて良かったです。どんな思いでした、入った瞬間は。いや、まあ嬉しかったです。はい、ありがとうございます。一つ、あれレイのアシストみたいなのあったんですけど、はいはい、実は僕触ってる。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。あれレイがそらした後、ソラ選手は胸に当たってるんですね。いや、あ、目です。あ、目でした、はい、左目です。あれ皆さん左目に当たって、あの、お、じゃあ開幕戦は1ゴール1アシスト、はい、左目のアシストと、左目のアシストってあんまり聞いたことないですよね、はい、初めて聞きました。左目のアシストと1ゴールと、はい、右足での、まあ、難しい体勢からの、左サイドネットに突き刺さるゴールと、はい、その2ゴール入ったので、今回は合わせて10球、5球5球ずつ行き先をちょっと決めていただきたいんですけど、うん、はい、どちらが投げられますか。僕が投げます。このダーツは、あ、じゃあ、あ、持ってます。ワイダーツ持ってきてくれましたね。ありがとうございます。結構お前行ってるんだね。あ、結構行ってる。結構一人でやってますよね。一人で行ってるんですか。一人で。まあまあちょっとリアクション取りづらいですけど今回は中原選手に、はい、行き先を決めていただきたいと思います。はい、阿久根市の観光大使をされているということなんで、おそらく阿久根付近に行くのかな。行くと思いますね、はい、いいと思います、はい、僕がちょっとパワー一緒に送りますので、はい、お願いします。お願いします。それでは行き先を決めていただきます。中原選手、お願いします。はい、もう一回ですね、刺さらなかった場合もう一回なんで、すいません、やべえ。おう、じゃあテイク2、はい、お願いします。はい、ちょっと刺さっちゃいました。おう、お願いします。おー、ギリギリいったぞ。あとラインだけで、まあ悪しということで、はい、はい、一番近い小学校になるので、はい、この近辺にある小学校は阿久根市立大川小学校と西目小学校ありますし、はいはい、あ、じゃあその2校に決定ということで、阿久根市立大川小学校の皆さん、こんにちは。僕はゴールを取って5球、皆さんにボールをお届けします。ぜひそのボールで外で元気よくみんなで遊んでください。そして皆さんぜひスタジアムに来てください。応援よろしくお願いします。西目小学校の皆さん、こんにちは。背番号35番の中原修斗です。開幕戦の僕のゴールでこのボールが5球送られるので、外遊びをたくさんしてください。お願いします。それではお二人ありがとうございました。ありがとうございました。お二人決めていただいたので、5球ずつ今から僕がお届けしていきたいと思います。それでは行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。
い、ということで到着しました。こちら市立大川小学校、今から子供たちに届けていきたいと思います。行ってきます。なんか思った以上にお出迎えがあるみたいでなんか恐縮なんですけど、はい、今からちょっとまさに行っていきたいと思います。後ろの方見てください。じゃあ拍手で迎えましょう。皆さんおはようございます。なんと阿久根市出身の中原修斗選手、その選手が投げたのがこの阿久根に刺さって、ここに一番近い小学校どこかなって探したら大川小学校が選ばれました。ボール5球プレゼントしますので、みんなで休み時間だったり体育の授業だったり、外遊びにサッカーボールを使ってもらえればなと。今から見せるゴールでみんなのところにこのボールが配られますっていうのを動画を見せるから、あと園田選手からのメッセージもありますので、 OK、はい、ちょっとゆっくり見てください。はい、ということで、大川小学校の皆さん、ちょっと盛大にね、お出迎えをいただいてびっくりしたところでありましたけど、無事、お届け完了ということで、次は西部小学校に行ってきます。はい、こんにちは。ということで、こちら西部小学校に到着しました。若干息も上がっておりますけれども、こちらには地元観光大使も務めております中原修斗選手が開幕戦で決めたゴールの5球分を持ってまいりました。それでは今から早速届けていきたいと思います。行ってきます。はい、ということで今校長室の方にということだったので校長室の方に行きたいと思います。こんにちは。何しに来たか知ってる？夢をお届けプロジェクト。おお、正解。フレッシュ出身の中原修斗選手がダーツを投げてここに当ててくるだろう。ピンクのマークがついてるところ。すごっ。ここに一番近い小学校にじゃあ届けましょうってことで調べたら、なんと西部小学校でした。校長先生、ちょっとすごいノリがいい先生自己紹介だけいいですか？西部小学校校長徳丸住友です。ユナイテッド応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。うちの在籍してくれてた長畑祐希がご存知ということで、祐希を西泉小学校3年生から4年間見ました。ああ、そうなんですね。ドリブラーで素晴らしい選手すごい。先生が教えた長畑君はユナイテッドのプロのサッカー選手だった。すごいでしょ。プロのサッカー選手を教えた校長先生
今からこのボールが皆さんに渡されることになるゴールを見てもらって、なんと中原選手からメッセージをもらってるんで、ぜひみんなに見ていただきたいなと思って。いいですか？はい。じゃあ見えるところに来てもらって行きます。ということで、西目小学校にお届け完了ということで、本当に子どもたちのあの素晴らしい笑顔と喜んでくれる姿、これからもチームとしてクラブとしてしっかり地域のためにこういう活動を一生懸命続けていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。次はどこの学校になるか、皆さんもお楽しみに。ありがとうございました。